はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、今現在、サッカー日本代表が出てますが、皆さん、まあ、気づいた人もね、まあ、いるとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、人数がやっぱ少ないですよね、限定にしてはね。まあ、今回、17人出てるんでわけなんですけれども、これ、もう一段あるんじゃねっていうね、うん、ところがね、多分ね、感づいた人もいると思うんですけれども、 まあそうなんですよね。まだね、登場してない選手がいるわけですよ。うん。ということでね、まあ誰がまだ登場してないかをこの動画でチェックしてほしいというところと、じゃああとはまあ狙い目選手がね、どういった選手がいるのかっていうところで、まあちょっと、えー、考察じゃないけど、まあ、うん、なんかちょっと予想とか、はい、できたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、サッカー日本代表のカード。うん。まあ今ね、第1弾と、まあ言っていいんじゃないかなというぐらい、 の、え、選手数なわけなんですけれども、ま、で、しかも仕上がりが結構いいと。となると、まだ登場してない選手にもね、期待が集まるということで、ま、やっぱりここ気になる日いるんじゃないかなと思うんでね、はい、動画にやっていこうかなと思いますが、今回ちなみに17名出たと言ったんですが、あとね、出てない選手が何人いると思います皆さん。ちなみに。ちなみにですね、あの、先行基準が一応書いてまして、3月24から9月12まで、 の代表期間の、えー、選手たちが対象というふうになってたので、結構ね、ま直近、直近、まあ近まあ、今はね、ねちょうど昨日とか日本代表の、ね、選出またあってましたけど、そことか入んないですけど、そこの9月なんで、うん、どこまでかな、どこまでですかね、<laughs> ーんなんか親善試合とか多分やってた時じゃないかな、うん9月ぐらいってことはね。う というところぐらいまではい入ってるわけなんですけれども残りねまだ19人いるんですよねうんで今回が17人ということを考えればまあ2段があるんじゃないかなというところですよねはいというところでまあおそらく2段が、えー、登場するというのはそこからもねわかるんじゃないかなと思うんですがまあどういった選手が残ってるのかをね、えー、じゃあ今からやっていきたいと思いますよろしくお願いします はい。ということでやっていきたいんですが、まずね、登場時期がね、どこになりそうなのかっていうところから、ちょっと探っていこうかなと思います。では、こちらです。はい。えー、登場時期についてなんですが、この第1弾がですね、11月29日までなんですよね。で、ここで入れ替えっていうのも、一つまあね、タイミングであると思うんですが、ただですね、あの、黄色限定で、ね、まあ、スナイパーがあるんですけど、あれも11月29日までなんですよ。うん。となると、 まあやっぱりね、そこと同じ日に、まあ、限定プラス代表というのは、まあ、ちょっと考えにくいということで、まあ、そこはないんじゃないかなと、まあ、ちょっとだから、まあ、間が空くんじゃないかなと、うん、思いましたね。はい、となると、まあ、11月17日からまあ登場するね、まあ、おそらくフォーカス・ド・プレイヤー第7弾の、まあ、登場時期とかでちょっと探れそうなんですがおそらくまあ12月の上旬とかじゃないかなと思うんですよね早ければね。 ってなると、まあ、12月、まあ、今月で言うと、まあ、ね、あの、第1弾が11月7日から、これが、えー、10月のね、後半、スナイパーが登場してから1週間後ですよね。ライブ開けてすぐだったので、まあ、同じようなスケジュールをたどるとなると、12月6日とか、まあ、もしくは、まあ、6日付近。で、えー、そのなんでその、フォーカスドプレイヤーの登場時期によってっていう話をしたかというと、フォーカスドプレイヤーがまたその早めに変わるってなると、 そこの可能性がなくなくると思うんですよね、うん、でむしろもうちょっと後ろにずれ込む可能性とかもあるんですけど、おそらくですけど、まあ去年の、うん、スケジュールとかを見てて思うのは、やっぱり、まあ、12月の上旬というのは本当はあのー、TS 追加が多いんですよね。うん、まあ、マーム・ザ・マッチとかがあったりしましたけど、まあ、うん、TS が多いとこでもあるんですよね。うん だから、もしかしたら TS、今年 TS じゃなくて日本代表が年末年始かかってくるのか、まあ、それか、まあ、そこをね、12月の上旬はやっぱり TS で、まあ、もうちょっと、え、暮れの方にならないと出てきこないのか、まあ、言ったら年末年始にかかす、かからせるのかどうかというところも、まあ、ちょっと興味深いところでありますので、まあ、もしかしたら、12月上旬は TS で、12月のね、あの、まあ、なんていうんですかね、あの、 まあ言ったら、その、フォーカスドプレイヤーと、黄色限定の間とかに、もう一回日本代表をね、入れてくるとか、だからもしそうなったら、結構ね、慌ただしい12月の選出以下になってくるのかなとか、まあ、いろいろね、そういう可能性が探れるわけですが、現状、まあ、早くても多分12月の上旬ぐらいかなと思いますね。はい、ただこれはもう、登場時期に関しては、ちょっと、正直ね、あの、<laughs> いつ入ってきてもおかしくないので、 もしかしたら、それこそね、1段が出てる途中でまた出てくるかもしれないしね、まあ、11月、まあ、これ以降に関しては、まあ、いつ出てきても正直おかしくないとも言えるので、まあ、いつ出てきてもいいようにね、まあ、準備だけをしておくことが大事なんじゃないかなと、個人的には思いますので、まあ、もしね、これから紹介する選手に、え、狙い目の選手がいるって方は、まあ、ぜひね、第2弾も意識して、え、今後立ち回るのがいいんじゃないかなと思います。 で一段のね、選手見て思うにね、まあ結構当たりカードが多い可能性が十分にありますので、まあ期待してもいいんじゃないかなと思いますね。さすがに一段とダーの格差そんなに大きくつけるとは思わないんで、で、グレードもおそらく80,50全員超えてくると思うんで、はい、あの、そこに関しては期待してもいいんじゃないかなと。まあみんながみんな当たりなわけじゃないと思いますけどね、まあ当たり選手になる確率は、まあ他の限定よりも高いんじゃないかなと、個人的には思いますので、はい、期待して待ちましょうということで、 まあおそらく登場時期に関してはこんな感じかなと、今のわかる感じではね。はい。まあ、これからの更新でいろいろね、また見立てが立っていくと思うんで、まあ、それでなんかまたあれば、えー、その時にね、またお話ししたいなと思います。はい。ということで、じゃあここからなんですが、登場してない選手をポジション別にちょっとね、えー、紹介していこうと思いますが、じゃあまずはゴールキーパーの選手見ていきましょう。こちらです。 はい、えー、ゴールキーパーが谷選手、中村康介選手、この二人ね、はい、出てないですね、まだね。で、おそらく、まあ、一段のね、ゴールキーパーがシミット・ダニエル選手と大迫選手ということを踏まえると、まあ、2-2で分けたのかなというのがしっくりくるので、まあ、この残り二人、ね、えー、おそらく登場すると思います。まあ、特にね、まあ、この二人といえば、やっぱ、J、ジェイクラー・カンデル選手ですからね、うん、結構その、更新目当ての人とかもね、多いんじゃないかなと思うんですよね。 なので、まあちょっと価値あるカードにもしかしたらなるかもしれないですね。まあ当然ですけど中村康介選手がいた時っていうのはシュートセーバー出てないので、まあ当然初のシュートセーバーになると思うんですよね。うん。まあ代表からもちょっと外れてましたしね、一時期ね。はい。ということでね、まあ僕も結構中村康介選手のいいカード持ってるんですけど、はい、ここはね、更新に期待してる人もいいんじゃないかなと思いますね。まあ谷選手に関してはね、まあ前半シーズンまで出てましたからね、まあ本当に、 んていうんから、別にそんなに立ってないですけどね、なんならシュートセーバーのカードも出てますし、今シーズン前半ね。ただ、今回の代表の出来を見るりまり、それを超えてくる可能性も十分にあると思いますので、ここも更新目的で注目されるんじゃないかなと思います。グレード的にはどうだろうね、そんなに高くない可能性が、一段の大迫選手とシュミットダニエル選手ぐらいの可能性が十分にあるんじゃないかなと、一緒ぐらいかなと思いますけどね。はい どうなってるか楽しみです。続きまして、ディフェンダーの選手たち見ていきましょう。ではこちらです。はい、ここは8名の選手がまだね、未登場でした。左から伊藤選手、橋岡選手、瀬古選手、菅原選手、えー、藤井選手、バングー・ナーガンデ・カシフ選手、ハンダ選手、冨安選手の8人がまだ未登場になってます。 はいということで、ここはね、結構 J リーガーもね、現 J リーガーもいるわけですが、まあ、特にね、右側ですよね。うん、富谷選手を除く3人が、えー、J リーガーです。はい、で3月の24日というのは結構ね、若手の選手が選ばれてた時なので、まあ、そこも入ってるっていうのは結構さ、ね、大きいんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、半田選手とか藤井選手、まあュフ選手あたりというのは、まあ、J クラでもまあ、 特にカシフ選手、ハンダ選手というところは、まあ85付近の選手なんですが、今回も、まあどうですかね、そこら辺の枠になるんかなと思いますが、まあ質がいい可能性があるんでね、今までのカードよりね、まあここも更新ワンチャンあるんじゃないかなと思いまして、で、藤井選手はね、ちょっと J クラの方の、まあ名古屋所属の方がグレード高そうな雰囲気ありますけど、まあ仕上がり良ければね、ここもいいカードの可能性十分にありますので、まあ注目なのかなと思いますね。はい。 あとは海外勢の中でも、まあそうですね、当然富安選手あたりはもうトップグレード予想、はい、できるんじゃないかなというぐらいの選手だと思うので、まあやっぱ注目度高いのかなというところと、まあ菅原選手あたりとかも結構グレード高い可能性ありますね。まあ、伊藤選手も含めてね。うん。まあここら辺結構目立ってる選手たちだと思うんで、はい、可能性十分にあると思います。まあ、橋岡選手、瀬古選手あたりも、まあね、J クラ絡んでる選手だと思うんでね。 うん、橋岡選手、多分、浦和の時にかんでるのかな、ジェイクラ。多分、絡んでる、絡んでそうな気がしますけど、まあ、瀬古選手はね、セレッソの時とかね、はい、絡んでる選手だと思います。まあ、伊藤選手も、まあ、一応、絡んでますかね、ジュビロの時とかね、僕も一応、キラ持ってるんですけど、ジュビロ時代の。はい、そういうところ含めて、まあ、結構、ここもね、まあ、海外勢、まあ、国内勢含めて、まあ、結構、面白い選手、まあ、若手の選手とかね、まあ、それこそ、バリバリ、今代表の中心選手とかもいるので、 はい、ここもね、結構ね、グレード差はあると思いますが、まあ、それぞれ、うん、いいカードが出るんじゃないかなと。まあ、一段見るとね、まあ、期待値あると思うんで、まあ、本当に選手によってはね、大事なカードになりかねないので、はい、ここは注目度はある程度高いんじゃないかなと思います。まあ、特に富安選手、菅原選手、伊藤選手あたりが、はい、グレードは高いんじゃないかなと、まあ、読んでおきたいなと思いますね。はい。では続きまして、え、ここ、ミッドフィルダーとフォワード、ちょっとまとめていきたいと思います。では、こちらです。 はい、ここはですね、11選手かなはい、が、えまだ未登場です。左から遠藤選手、浅野選手、西村拓馬選手、三笘選手、上田綾瀬選手、町野選手、中村選手、伊藤選手、川村選手、川崎選手、田中選手と、田中尾選手となってます。はい、ここもまだね、11名が未登場ということで、まあ結構ね、やっぱりね、この中で目立つのは、 まあ、三笘選手でしょうね。うん。まあ、グレード高そうですね。まあ、冨安選手とトップグレード争いとかになるんじゃないかなというところで、まあ、注目なのと、あと、遠藤航選手あたりもね、まあ、多分ピックアップに食い込んでくるんじゃないかなと、まあ、個人的には思いますね。この2人がちょっと抜けてるんじゃないかなと。で、時点で、まあ、上田康選手とか中村選手あたりかな。まあ、この2人、まあ、浅野選手も含めてなんだけど、まあ、ここら辺のね、海外勢。 とかがまあもうちょっと高くてもおかしくないかな、まあ、時点ぐらいでね、うん。って感じですが、結構ねまあその国内組の選手もやっぱここ多いんですよね。まあ、24日のね時に選ばれた選手とかも多いんでしょうが、まあ、西村拓真選手が選ばれてたりとかね、まあ、まあ、伊藤敦選手はね今結構バリバリいってますからね、まあ、ここもねちょっと注目だろうし、ま河、あ、村選手、川崎選手あたりもねはいまあ、しっかりと選ばれた時もありましたので。 さあ、ここもね、まあ、どういった仕上がりになってるか、ちょっと注目ですね。まあ、グレード面で言うと、川崎選手、河村選手、西村拓真選手、伊藤選手、まあ、みんな結構 J クラで高いグレード誇ってる選手なんでね、まあ、こっちの方がちょっとグレードは低い可能性がありますが、まあ、ただね、一段見てる限り仕上がりいい可能性ありますんでね、まあ、そうなってくるとちょっと話変わってくる可能性ありますんで、まあ、魅力的なカードがね、うん、グレードはちょっと J リーグバージョンにはね、及ばないものの、 まあ結構いい質のいいカードがね、はい、出る可能性あるので、まあ、ここもね、まあ、当然、まあ、育成のしやすさとか、やっぱりね、J リーグ所属の選手の方がありますので、はい、ここはもう注目かなと思いますね。はい。で、あとは、えーまあ、そうですね、まあ、気になるところが、まあ、町の選手とかが、まあ、どれぐらいのカードが出るのかなと。 まあ実際一個前のカードっていうのはライト券扱いとかであったんですが、今回ライト券とかないんで、ないんですが、まあどれぐらいの評価かがちょっと難しい選手が何人かいるのかなと。まあ個人的には結構まあそうね、まあ三笘選手、遠藤選手あたりというのは結構強めに見えると言いましたが、まあ意外とその中村選手とかが結構いいとこ食い込んでんじゃないかなと個人的には思うんですよね。うん。 まあそれはも最近のね、代表のね、あの成績見てもそうだし、しっかりとね、ゴール決めたりとかしてますし、まあそういうところが評価されてもいいんじゃないかなと。だから上田康選手とかとの、まあ、まあ浅野選手とかもね、まあここら辺も結構、まあね、存在感ある選手たちだと思いますが、まあ結構ピックアップ争いというのも、まあそのポジションである程度ばらけてると思うんで、まあ今回だったらおそらくですけど、ディフェンダー3、ミッドフィルダーフォワード3ぐらいだと思うんで、 まあ誰がそのピックアップ枠に入ってるのかというところもすごくね、楽しみな、まあ、今回の19名の選出なんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、一応ね、あの全員出しましたけど、これ全部のカードが出るとは一応確定はしてるわけじゃないんですが、まあ、おそらくハブったりはしないと思うんで、まあ、多分対象になってれば出ると思うんでね、まあ、一応期待してもいいんじゃないかなと思いますね、こういうところの選手たちはね。はい。ということで、えー、ポジション別にゴールキーパー、えー、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードということで、 えー、出ててないい選手をここままで紹介していきましきたで最後にですね、まあ、改めてなんですけれども、ちょっとピックアップ予想までね、ここは、ね、出しておきたいなと思います。まあ、当たるかどうか分かりませんが、というところで、じゃあ、ピックアップ予想、えー、出していきたいと思います。ではこちらです。はい、えー、ピックアップ予想6名、えー、出させていただきました。まあ、左から三笘選手、富安選手、遠藤選手。で右が伊藤選手、菅原選手、えー、中村選手の6人とさせていただきます。 まあやっぱり一段見てて思ったのはやっぱ海外組がまあ強いなっていうところなんですよね、グレード的にね。で、その中でもまあ中心選手はもう当然超えてきますので、まあ注目度高い選手。うん。まあ特に左のね、上2人。まあここは100超えてもおかしくないグレードのね、ゾーンになると思います。遠動選手もまあ99とか98ぐらいあるんじゃないかな、正直思うんで、まあ、あとの伊藤選手、菅原選手、中村選手の序列がちょっと難しいですけど、多分菅原選手が上なんかな。うん。 伊藤博樹選手もね、意外と多分上だと思うんだよね、僕はね。うん。で、ポジション的に面白いなと思うのは、やっぱり冨安選手とか伊藤博樹選手あたり、まあ遠藤航選手も含めて、まあ結構 J クラでもなかなか質のいいカードが出にくいポジションの選手もいるんですよね。まあ三笘選手もウィングとかできるしね。うん。まあ面白いし、まあね、えー、みんな含めて結構面白いポジションの選手たちが揃ってると思うんで、 まあ本当に、まあ一段のね、それこそ、まあ当たりだと思った、まあ板倉選手だったりとか、まあそこら辺の選手たちのね、まあディフェンダーで見ても仕上がり見てると結構ディフェッチとか高かったりとか、まあ久保選手とかだったらね、1700くらいオフェッチ行ってたんで攻撃陣のね、能力値というのも、まあ期待はできますが、なかなかね、まあ最大値プラス、なんていうかな、まあボナセン1まで行かない選手もまあいたんですけど、まあここの選手たち、 うん特に、まあ、富谷選手あたりとかディヘイとかしっかり持ってきそうな雰囲気あるんで、まあ、めちゃくちゃ強いんじゃないかなと個人的には思いますが、まあ、果たしてこの第2弾ね、えー、19名の選手がまだ未登場なわけですが、まあ、どういった選手がねピックアップで出るかもそうなんですけど、まあピックアップ外れてもね結構当たりの確率当然あると思うんでね、1段見てるとね。というところで、まあ結構期待値は、はい、やっぱり上がっていくのかなと思いましたね。 まあどの選手がピックアップで出るか、今回の19名がどういったカードで出るかというね、ところと、いつ出るのかというところも、やっぱりね、注目になると思うんですが、皆さんね、楽しみにね、待っていいんじゃないかなと、期待して待ってていいんじゃないかなと、個人的には思いましたね、一段の出方見るとね。はい。 ということで、えー、今回の動画はですね、まだまだ、えー、登場してないね、日本代表の選手たちに触れていきました。で、ちょうど数的にもね、えー、半分半分くらいだったので、まあ、おそらく第2弾まで、えー、あるんじゃないかなというところですね。で、えー、予定されてるんじゃないかなと思います。まあ、大体日本代表といえばね、最近、まあ、去年もそうでしたけど、2弾構成になってたので、まあ、おそらく2弾が出ないということはないと思うんでね、はい、いつ出るか、えー、楽しみに待ちましょう。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今日も失礼します。バイバイ。